ブログ界の巨匠として私と対決させていただこうと思います、はい、おいや負けないよ何を根拠に負けないよってまあ皆さん楽しみにしていてください。それではももクロ試練の7番勝負2017玉井詩織 VS ブログスタート。1632日間そうです、ね、休まずに更新してたとニュースになってましたけど、詳しいねありがとう、うん、チェックしてますから、相手のことはまず知るところから始めないと。おお、1632日というのはおよそ4年半にあたります、はいはい、その間1日も休まず1日もどうだやばい、どうだ、すごい、4年半まあ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 4年半か、まあまあまあ、たった4年半どの口が言うって感じですよねマネージャーさんがじゃあ毎日始めましょうって言ったのがきっかけで、じゃあ毎日休まず、そう、あ、じゃあこれはマネージャーが悪いなおっと責任転嫁が出ましたね。だって言われてないもん、毎日更新してくださいって。あ、そうなんですか。はい、言われてない。玉井さんがそのしなくなった、更新しなくなったきっかけは一体何だったんですか。いや、別に更新しなくなったきっかけもないし、更新してるし、あ、してるとやめてない。いや、もう今では本当にあの玉井さんが更新するとちょっとざわつくみたいなねなんでなんで、どうして毎日更新じゃなくなったらめちゃめちゃ分量多くなっちゃって、うん、1回の更新の量が、そう、文字量がめちゃめちゃ多いですよ。だから多分毎日更新なくなった分1週間の分量が1個になっちゃっただけみたいな。そんなに毎日書くことあったの私はなんかブログってやっぱりツラーって書かなきゃいけないイメージがすごいんですよ、はい、なんか文章を書かなきゃいけないっていうイメージで、なんか私もね、そこはちょっと似てて、やるからにはちゃんと書きたいの。ちょっと待って反応ないですよ、ちょっと書いてるよね、みんなハテナみたいになってました。ちょっと待って、すごいいいことがあって、はい、グループでやってると、うん、誰かが書いてくれてるからなんとなく何やってるか人任せ、人任せ発信されるのよで、ももクロとしての情報はとりあえず出てると。例えばレニちゃんが今日撮影してましたみたいな感じで写真載っけるじゃん、うん、たまにさメンバーと写真かぶったりするじゃんでもだったら乗っかってるからいいかなって思っちゃう。玉井さんこういうのでいいんですよ、もう気軽に。そうなんだよ、これもなんかあげようと思ったよ、はい、あ、写真撮った撮った、はい、撮ったよね、なんなら、はい、うん、その写真は撮った、うん、よ、うん、撮った、で撮ってその後はあげていいですかの確認もしたよね。私そうあげるねって言われた、あ、はい、げるねって言った、言われたよ、私もあげていい、うん、いいよいいよ、じゃあ私もあげる、はい、あげ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 、あげたよね、あげてないのあれ上がってないっていう、上がってないのか、私誰か消したかな玉井さんのブログこちらでございます。更新なし、絶対誰か消してるでしょブログ形跡がないっていう。本当に、上げてないの玉井さんが。さすがにもう載せてくれるでしょうね。どうですか、書いた記憶ある、もう書いた記憶ある、書いたかもしれない。ある、あ、じゃあ楽しみだな、はい、それでは玉井さんのブログ見てみましょう。玉井さんのこの日のブログです、はい、どうぞ。更新なし、なんか BGM に悪意があるんだけど、てってててじゃないんだよ。おめでとうございます。写真撮って撮った、はい、で携帯の中にある誰にも発信することなく、はい、眠ってると。眠ってるな あれ、一体どうしてしまったのかで、相当やっぱり面倒くさい。いや、なんか面倒くさいっていうよりかはなんか本当に忘れちゃうんですよ、ブログがあるってこと、ブログやってるってこと忘れちゃう。写真はいっぱいあるから、あ、あげようって思い出すんですけど、あ、また後で書こうって思うと気がつくと1ヶ月とか経ってるんですよだからちょっとあのリアルタイムみたいなのが苦手なんですね、多分。なんか、うん、すいませんでしただんだん言い訳が苦しくなってきました。多分いまだに私一回も多分しおりんのブログに出てきたことはないのかな一度もない。だから私の片思いなのかなあれあれ、玉井さんズバリ聞きますけど、はい、なんで芳根さんのことをブログに書かないんですかちょっと待って、やばい、仲良くしてくれてるだけなのかなやばい、違う、私しおりんのこと大好きなんだけどな
書かないんじゃない、メモリーに刻んでるの。あ、なんとか逃げ切ったようです。